人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀が過ぎている。地球の周りの巨大な人口都市は人類の第二の故郷となり、人々はそこで子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。この1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦軍は総人口の半分を死に至らしめた。人々は自らの行為に恐怖した。はい、皆さんこんにちは、渡辺ケルビッシュです。今回はスーパーファミコンのゲーム機動戦士ガンダムクロスディメンション続きをプレイしていきたいと思います。大気圏突入。20分後には大気圏に突入する。このタイミングで戦闘を仕掛けたという事実は古今例がない。地球の引力に引かれ大気圏に突入すればザクとて一瞬のうちに燃え尽きてしまうから。しかし敵が大気圏突入のために全神経を集中している今こそザクで攻撃するチャンスだ。第一目標木馬、第二目標敵のモビルスーツ。戦闘時間は2分とないはずだが、諸君らであればこの作戦を成し遂げられるだろう。期待する。さあでは出撃ですね。ガンダムですがレベルが3まで上がっています。余ってる余剰のポイントはありませんのでこのまま進んでいきたいと思います。そろそろポイントの割り振り具合によってはビームライフルを持てるはずなんですけども、まだバルカンとビームサーベルだけなので、まあ主に接近してですねビームサーベルで切っていくという、まあそういう戦術戦い方になるかなと思います。アムロ、発進後4分でホワイトベースに戻って。必ずよ。了解。セラさん、僕だって丸焼けになりたくはありませんから。手持ちのザクはないはずだ。そうじゃないセイラさん。事実は事実よ。できるか。おだてないでください。さあではガンダム動かしていきましょう。ザクは5機ということだったので、まずはどこにいるか探りながらですかね。ザクの機影が見える。ただ接近しきらないと戦えない。まずは一体ここで切りましょう。お、何、ザクが強くなってる。今までだったら一撃で倒せていたのに強くなってますね。さあレベル上がったのでちょっと上げておきましょう。主にやっぱり格闘戦でね仕留めていくしかないかなと思うので、格闘を当てながら
褒めていきましょう。5機のうち2機を撃破しました。パワーが200ちょっとというところですね。さあ3機目、3回切ると確実に倒せるけど2回だと倒せないことがこのステージから出てきましたね。やっぱ3回切らないとダメかな。これで4機目のザクを撃破しました。さあ5機目のザク、シャーザクは含まずに5機っていうことだったんですね。5機のザクを葬り去りました。シャーザクがいる。バズーカ撃ってきたな。そうか、バズーカを食らうと距離を取られてしまうから、こっちは接近しないと攻撃が当てづらいというのがあるので、まあ、ライフルを持ってきてないでしょうがないですね。バズーカか、ちょっと近づけないかもしれないな。さあパワーがちょっと足りないけど、ここから切っていこう。食らうかな。ちょっと操作ミスもあってやられてしまいましたね。しかもここまで離される。じゃあちょっとね、もう一度シャアのところまで戻ってきたいと思います。さあシャアのところにやってきました。またちょっとバズーカーを食らって交代させられそうな感じがしますが、ちょっとだけレベリングしてですね、ライフルを持ってきました。ただライフルよりもやっぱり格闘の方が攻撃が当たるので、距離を詰めることができたらサーベルで切っていきましょう。距離がどうしても詰められない場合はですね、ここはライフルを使っていきたいと思います。ちょっとコアファイターを呼びましょう。リュウさんですね。さあしっかりシャーザクに攻撃を当ててくれ。若干攻撃を受けているな、ガンダム。むしろガンダムの方が攻撃を受けている。なんともだ感じになってしまいましたが、距離は相変わらず詰められているし、レベルも上がった。じゃあ早速ちょっとレベルが上がったんで、ポイントの割り振りしていきましょう。どうだろう、やっぱり格闘攻撃当てたいので、格闘とあとは近接の防御も上げておきましょう。こんな感じですかね。残念ながら回収不可能です。少佐、シャア助けてください。減速できません。シャア少佐、助けてください。ザクには大気圏を突破する性能はない。気の毒だが、しかしクラウン、無駄死にではないぞ。お前が連邦軍のモビルスーツを引きつけてくれたおかげで撃破することができるのだ。大気圏突破の方法が間に合うのか。姿勢制御、冷却シフト、
全回路接続、耐熱フィルム。はい、ということで大気圏突入、まあ、シャーザクのバズーカに、序盤手こずりましたが攻略することができました。あとハプニング的に竜のコアファイターのコーヒーがガンダムに直撃するというのがありましたが、第3話ここまでとさせていただきたいと思います。では次回、またこの続きをプレイしていきたいと思います。